はい、皆さんこんばんは。それでは今夜も13日の金曜日やっていきましょう。さて今回は特にテーマも設けずにランダムで遊んでいきたいと思います。さて、おお、久々ですね。ジェイソンパート3ですね、これ。ゲスト会で一回ピコピコジェイソンをやったけど、それよりか前って多分パート2ぐらいの時しかやってない。パート2って、ね、2パート目以降やってないんじゃないか？やったっけ？ちょっとあまり覚えてないですけども、やったかもしれんけど。普段あまり使わないジェイソンですね。とはいえ、すべての原点ですね。ジェイソンの原点で多分、おそらく一番使ってる人が多いんじゃないかな。というジェイソンです。まあ一番最初に使えるやつだからね。しかも、強みとして走れる。これが一番強い。走れるし、攻撃力も高い。で、弱点らしい弱点がないっていうのがあって、多くの人が使ってるジェイソンです。まあでも、最大の弱点は、スタンしやすいんだよね、確かね。だから、女の子にぶん殴られても、すぐびっくりしちゃうんですよ、このジェイソンは。なので、実は集団戦にあまり強くない。まあ、立ち回り次第だとは思いますが、結構、集団にボコボコにされることが多いジェイソンですね。すぐびっくりしちゃう。ただ、持ち前の攻撃力でキルも取りやすいので、まあ、このジェイソンを使って全てのね、基本を覚えていくって感じかな。そんな感じのジェイソンです。この辺誰もいねえな。今のうちに扉壊しておきましょう。で、ちょっと一回通常攻撃縛りで、このジェイソン使ってみたんですけど、確かに強いは強いけど、時間かかりすぎて、あんまり効率良くなかったですね。だから、キャラによってはグラブと使い分けた方がはるかに早いです。やっぱグラブってね、見せプレイのように見えるけど、やっぱりなんだかんだ言って一撃必殺だから、うん、強いですね。さて、もう誰か来てるね。なんか今いたように見えたけど、気のせいか。あ、チラッと見えたような気がしたけど。ん？あんなとこまで行っちゃった？ん？そんなとこまで行くことねえべ。あれ？あ、あ、いた。あ、動いてなかったんだね。なるほど。ステルスキャラかな？あー、メイソンだ。あー、メイソンですね。よし。じゃあ、やりましょうか。ライフル持ちか。どうしよっかな。早い段階でね、メイソン見つけたのは結構ラッキーですけども。あのライフルはいただけないな。一つのマップの中に、ショットガンというかライフルは一個しかないんですよ。あとトミーが一個持ってくるんで、合計2本なんですね。で、車の前とか、例えばその、ヒューズのところで使われると厄介なので、できればここで使わせたい。理想としては外した後殺したい。最悪、使わせたいですね。惜しいな、クソ。できるかな。あ、撃ってきた。よし。They want to hurt you, Jason. OK。Don't let them. 自分のために、今、ショットガンを使ったので、このマップから、最大の武器は一個消滅しました。よし。先回りしましょう。あ、いいですね。闇雲に走らず、いざって時だけダッシュをする。素晴らしい。素晴らしい。熟練プレイヤーですね。わかってるプレイヤーさんだと思います。とにかくね、ジェイソンから走るときにダッシュしまくる人はすぐスタミナ切れ起こしますからね。今みたいな動きを、ああ、殴ってくるかな。通常攻撃で壊しましょう。オッケー。殴りは回避。さあどうする？逃げるか？逃げたか。間に合うか。一発当てたい。一発当てます。よし、入った。あと一発で瀕死。もらった！ああ、外したか。くっそ、多分、パート3の攻撃力なら、一発当たれば、瀕死になるはず。
ラップ踏んだだと？どっちかな。よっしゃ、入った。とどめ。あ、とどめにはならなかったか。回復ないね。回復ないね。よし、じゃあシフトからの通常攻撃で殺します。あ、バッテリーだな、これ。バッテリーの音がしたね。どこだ？ん？おっと、ティガニーちゃん。急に襲いかかってきたよ。爆竹をして反対側に逃げる。よし。オッケー。2発で瀕死ですね、やっぱり。強い。ダメだな、いたずらしちゃーねえ。死んで詫びなさい。あ、回線切った。うわ回線切りましたね、この人。なんだよ、切るにならないんですね。そうするとずいぶん遠くにいるな。ん？何にもないとこに人がいるね。何してんだろう。キャンプか？あ、いたいたいた。なんだあれ。あ、テント入った。あ、テントキルできそうだね。気づかないふりしましょう。どこかな。どこか。あ、出てきちゃった。なんだよ。あれ、瀕死だ。あー、なるほど。このメイソンがバッテリー修理しようとして罠踏んだのか。だから瀕死なのか。さっきのティファニーちゃんは関係なかったんだね。なるほど。二人いるな。これヒューズ持ってるね。この感じ。二人いるね。あ、三人？いや、二人だ。追ってきましょう。さあ、ここ一発入れる。よし。お、ボーイ瀕死だ。素晴らしい。いけるかな。あ、回復しやがった。そう。二人いるのか。あれ？やばい、足元、あ、罠ある。あー、しまった。今流行りの外罠だ。気づかなかったな。意外と気づかねえんだな。まあいや、出てこねえかな。出てこねえか。で、おお、ダブル罠だ。熱い。罠2個、熱い。いや、出てもらいましょう。出たら殺します。オッケー、出たね。ここはね、次の建物まで距離があるんだよ。なので、どっちかやれるかな。オッケー。まずはボーイからだ。オッケー。禁止。お、耐える。さっき回復してたけどね。回復じゃ足りなかったんだな。こういう時に通常攻撃確かに早いね。相手をある程度追い込んでる状況ならば。ああ。さっき回線切った人のキルになってないですね。なんだよー。なんか罠を置いたな、今。罠を置いた？ん？面白いことしますね。多分今、ベッドに隠れたのかな？じゃあちょっと、先に建物を壊しておきましょう。あ、隠れてんのかな、これ。なるほど。いいよ。じゃあ、ちょっと面白いので一回遊んでみましょうか。一回、ノイズを走らせて、飛んで、出てくるかどうか見てみようか。あ、出てこないね。あ、つうか、ストークしてなかった意味ねえや。しまった。何やってんの？罠にかかってみるか。あ、そこにいたのね。面白いね。俺が例えば反対側からさ、来た場合はどうする気だったんだろう。面白い逃げ方する。とりあえず、行き先だけ見ておきましょうかね。あ？罠にかかった。どこだ？罠にかかった。ボートか。なるほど。そういえば、ボートにも罠仕掛けてたな。よし、先にそっちやりましょう。ティファニーちゃんは、多分、東か北に向かったっぽいので、後でいいでしょう。
ボートは動いてない。奥の方で走ってるな、あれ。あ、二人いる。ボート動いてないね。いや、建物の中に一人か。センスにはかかんねえな。最近かかんねえやつ多いんだよな。まあ、かかんないんだったら、恐怖値を上げてかかりやすくしましょう。それ。聞こえた。息遣いが聞こえた。これ隠れてんね。どこかな？どこかな？ここかな？当たりですね。よし。They deserve to die, Jason. Make them suffer. あー、さっきのティファニーちゃん以外にメイソンもいんのか。これ厄介だぞ、これ。どうしよっかな。さっきのティファニーちゃんは、来てないか。あれが嫌なんだよね。さっきキャンプの方で殺したメイソンがバッテリー安くて落としたんだよね。ちょうどそっちの方にティファニーちゃんが今走ってったように見えたんで、ちょっと今ビビってます。気づかれちゃったら嫌だな。まあでも大丈夫かな。一応見に行きますか。私はね、心配の種を潰したい気がする。メイソンの死体を確認しましょう。あ、バッテリーあるね。あるし。いや、まさかね。ヘビースリーパーとか持ってる可能性。ヘビースリーパーってのは、テントで寝てるとセンスにかかんないんですよ。持ってる可能性が、ないか。まあ、あったら先使っ、最初から入ってるもんな。どうすかな。まあ、電気消して恐怖を上げましょう。まさかね、テントになんかいるか。かからないか。かかんないね。あ、かかった。あれは？ずいぶん遠くで引っかかったな。多分、ちょっと忘れてたことがあるんですけど、恐怖値が高いと、センスにかかりやすくなるんだって。そういえばそんなことありましたね。多分、あ、いた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 。多分、この距離でセンスにかかったってことは、しばらく外にいたんだね。そう、家の中に入ると恐怖値って回復するんで、その電気さえついてればね。あー、メイソンですね。照明弾持ってんな。これは引っ掛けしましょう。はい、出てきたー。うまくいったね。よし、うまくいった。さて。They deserve to die, Jason. Make them suffer. ティファニーちゃんね、さっき、東の方に走ってたように見えたんだけどな。この辺にいると思うんだけどな。これを壊したんだっけ？いないか。一番臭いところは多分ね、北のキャンプなんだけど、それよりもちょっと、追いにくい場所ですね。この辺の方が追いにくいので、ここいらは先潰してから、北のキャンプ行きましょう。いないか。なんかベッドに隠れるようなことしてたんで、隠れたりするのが得意な人なんじゃないのか？一応ここも潰しておこうか。特に、気配もないな。じゃあ、一番臭い、ね。一番臭い北のキャンプかな。ここ一番臭いね。おやー？いたねー。これは？あ、初めて見せられる。これ寝袋キルですね。そうか。じゃ、テントが怪しいっていう勘は当たってたのか。最後の人だと動かないね。
はい。ありがとうございました。一人ね、キルの最中で回線切っちゃったので、7分の6ですけども、一応全キルかな、これで。うん。マミー has a reward for you. Come home, sweetie.いやー、でも面白いですね。確かにそのテントを使うとかベッドを使うっていう人が非常に少ないので、そういった中で有効なあの逃げる立ち回りだったと思います。これはね、ちょっと参考にさせてもらおうかな。面白そう。私もちょっとね、今後はその家の中に罠を使ったりとかテントとかちょっと使ってみるのを検証してみたいかな。さあ、それではですね、さっきほどね、ランダムマッチやっておりますけども、さあ、今回は何が来るのかな。ジェイソンパート9か。俺だー。なるほど、パート9も使うの久しぶりな気がする。あ、早速誰か落ちた。はい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 、行きましょう行きましょう。さあ、パート9久しぶりですね。パート9ね、あの、強いんですよ。普通に、あの、スタンしにくい。ただね、弱点が罠が少ないんだよね。パート7と一緒で罠が少ないので、同時に攻められると弱いと。その、車とか、ヒューズとか。で、いかにですね、その、素早く殺して、人数を減らすかが大事になってくるんですね。三つしかないけど、三つ使おうかな。どうしよう、車、ボート。あのボートはどうせダメだから使っちゃおう。オッケー。そしたら、建物を壊していきましょう。もう大体これパターン化してますね。まあ、三つね、罠を置くというのは、その、守るという、まあ、守るという意味なんですけど、諦めさせることが大事なんですね、その、警察を呼ぶことを。だから、できればこれで、あとは俺は車かボートだけ見てればいいようにしていただきたいんだけど。それと今回は、その、恐怖値によって遠くのセンスにかかるっていうのをさっきちょっとね、見ちゃったので、ジェイソンパート3やった時のやつで見ちゃったので、ちょっとなるべく電気は全部壊して恐怖値の上昇を、ね、検証してみましょう。あ、検証しなくていいや別に。ついついなんか検証しようとしちゃうね。なので、マップのチャージが溜まり次第どんどん壊していこう。割と密集してる感じだな。お？待って、誰かいる。罠仕掛けてるね。誰かいるな。反対側から入っ、あっち側に罠仕掛けたんだったら、あ、でも、いいや。先にやることやろう。ここは多分、ここの電気消せば、あいつの恐怖値も上がるでしょう。やっぱ暗くなるとね、逃げにくくなるからね。さあ、全部の、これで3箇所全部か。壊しまーす。よし、じゃあ狩りを開始しましょう。さて、どこだ？この一瞬が一番緊張するね。これは罠を仕掛けたとこだっけか？ Hi, buddy. 罠にかかってみようか。ウッキー、動いたね、よし。ウッキー、デブのスタミナはそれほどないはず。先回りして走らせ続けましょう。あれ、外したか。ん、ちょっと早かったね。もうちょっと走らせてからでもよかったか。ただ電気を全部消してるので彼の恐怖値は回復しないはず。多分今頃真っ暗だと思うよ。さあ、どうする。お、そこで構えてる。こっちはスタンしにくいぞ。
手出してこない。男らしい。逃げんのか。男らしかったね、なかなか戦い方が。逃げれないと誘ったんだね。あっ、もう、いや、罠に連続でかかって諦めないやつがいる。もうめんどくさいな、これ。警察攻防戦ですね、こうだったらね。あー、何人かいるのか。この野郎。あ、ライフル持ってる。よし。今撃たれるのは結構きつかったかもしれん。あ、全員行ったな。全員行ったってことは、ヒューズ直す、俺が壊せばよくね。あー、誰か一人残って、いた、殴られた。誰か一人残しておくべきだったね。そう、罠の一箇所、設置した場所が悪かったな。一箇所、一個無駄だったね。奥すぎた。三人いるね。ちょっと、爆竹すごいな。おお、すごい。絶対に電話するマンだね、これね。くそ。じゃあ、間に合うか。絶対に電話させないマンで頑張ります。ダメだっつって、お、かかった罠に。ラッキー。失敗した罠にかかるな。あ、今の音はこれまずいね。電話を守りながら、これ多分ボート守んなきゃいけないんじゃないか。ちょっと待って、ボートはとりあえずいいや。電話されるのが一番怖い。ちょっと待って、ワープが溜まり次第、ボートの様子見に行こう。とりあえず、こいつはどうすっか。ボート動いてないね。よし。まだじゃあガソリンが入ってないのかな。ちょっと、じゃあ。いやー、ボート気にしながらこいつやんなきゃな。どうです？ 1 対1か。何？何された？爆竹？いつ落とした？気づかなかった。あ、ボート動いてる。あ、じゃあボート行きます。うわー、逃げれたと思っただろうね。残念、来ちゃうんだこれがね。絶対勝ち確だと思ったでしょ。残念、戦闘中にマップを見てたんだな、これが。さあ、でもこれ早く倒して戻らないと。警察呼ばれる。警察呼ばれる。早く早く早く死んで。すぐに戻りましょう。間に合うか。飛んだのは向こうバレてるはずなんで。うん、治ってる。そうはさせん。よし、トミーがいる。トミーにもショットガン使わせる今のうち。よし、 OK。このマップからショットガンは消えた。中にメス、あのメス嫌だな。これは絶対防ぐ。これを食らうとまずい。オッケーオッケー、よし、また壊させていただきます。車は大丈夫けど、あのボートがやばいな。あれに乗られたらもう追えないね。それも、とりあえずなんかもう、悔しいので私はここを守ります。多分このトミーとさっきからいるメイソンはここから離れないだろうな。なんとしても電話する気だ。あ？メイソン座ってるな。おっと、反応早い。It's on me！ トミーを呼んだね。ここから離れるか。でもこれは分かりやすい誘導だね、これね。誘導ってか、誘導ってのか。これで俺がメイソンを追ってるうちに、多分トミーが、どうせ直してんでしょ。ほら、やっぱいた。じゃ、ステルスからの、トミーには死んでもらいましょう。ここでトミーに行ってもらって、
あとメイソンか。ボート動いてないかな。あと2人か。お、浮いてる浮いてる浮いてる、ほら僕のスタンド、トミー・ジャービス、なんちゃって。さて、さっきのメイソンはどこ行ったかな。これ壊しとかないとね。壊して、さっきのメイソンの場所。おボート行ってた。おお、そうか、行っちゃったか。しまった。まあしょうがないか、あれは守れないな。ずいぶん遠くだったメイソン。なんだ、ボート行っときゃよかったな。まあいいでしょう。ボートの人はラッキーってことにしておきましょう。メイソンがね、絶対電話のところ戻ってくるかと思ったけど、そんなことはなかったね。さあでも、これを倒して終わりにしましょう。いやー、なかなかきつかったね。っていうか、もう勝手に終わったことにしちゃってるけど。よくでも一回はボート守れたな。まあ、恐怖値は回復しないから、長くは持たないはず。はい、お疲れ様。ナイフもなしか。よし、終わった。いやー、やっぱり、罠を突破されるときついですね。いや、でも面白かった。今回はその、何かを守りながら叩かなきゃいけないってね。戦闘中でもその時間があるときにマップを確認する癖をつけたらね、より一層強くなりそうですね。何を優先すべきかね、優先順位を考えて戦うといいかもしれないですね。トミーなんかで遊んでる場合じゃなくてね、トミー・ジャービス、僕のスタンドとか言ってる場合じゃなかったね。いや、でも逃げ出した人もね、とっさの判断で見事なプレーだったと思います。はい。というわけで、今回じゃあここまでにしたいと思います。それでは皆さん、次回お会いしましょう。さようなら。